週もはっちゃんアカデミー始まります。今回はいろんな方からのご相談がたくさん来ております。まずはまずはちょっと難しいご相談ですけど答えていきたいと思います。実は2年前にご主人が女の人と遊んでいたことが分かり、主人は全くの誤解だと話してくれるのですが、信じたい気持ちと信じられない気持ちの間でもう2年もさまよっています。こんな自分も嫌で、どうやったら、分かりますね、これブレずに気持ちをプラスに切り替えられますかというご相談なんですけどね。これはもう自分で吹っ切れるしかないってよく言われてますけど、私たちって一番幸せな道は人を許せる心で生きることだけと言われてるんですね。多分ご主人様はあなたのことが大事だから話し合いをしたり、信じてほしい気持ちを必死に伝えてるんだと思いますけど、それを考えただけでも愛情をたくさんもらってると思えたら幸せですね。今の奥様の感情を持ち続けていいことはもうまずないです。自分が悩んで悔やんで、自分が自分で嫌気がさして体調が悪くなるのがもう見えてます。だから私は愛されているともう一回再確認することです。愛されてなかったらその愛人さんのところにご主人さんは行かれます。ご主人様を信じてみることが今は一番大事かなと思います。人を許せた気持ちと信じる力はきっと奥様にとって幸せな道の始まりです。今はわからないかもしれませんが、年齢がいけば後で気づくことってたくさん私たちってあるんですよね。偉大なことばっかりだと思います。今の主人でよかったと年齢がいけば思えるようになるし、あの時に別れなくてよかったって思える時も来るだろうし、一番大事なのはご主人様のことが好きかどうかが重要です。好きな心に意地だけでは許せないで生きると、あなただけではなくってお子様にも辛い思いをさせることになります。片親で育てている辛さは言葉で言えるものではないです。今の奥様の家庭にとってご主人様は必要な方で偉大な方なんです。家族のことを考えてあるから、家族のために仕事がしてあるんです。私の言葉を信じてください。きっと別れないでよかったと思える時が来ます。今のご主人様についてきてよかったと言える日が必ず来ます。許す心と信じる心に勝る人間力はないんですね。私からのお願いです。家族を守れる強さのみで生きてほしいです。それが女の強さでもあり、女の意地の見せ所です。そして結局は子供ちゃんにとっても自分にとってもプラスに返ってきます。人を許せた時のご褒美というのは偉大なんです。今までの人生で経験してきた悩みも振り返ってみれば、なんてことはない悩みだったと言える時が必ず来ます。信じる強さを持って、福岡弁ではない、佐賀弁ではないですが、なんじゃないっていう気持ちで生きていってもらえたら、幸せの道がスタートできるんではないでしょうか。何があってもなんじゃない、何があっても許せる、何があってもこの人がいるだけでいい、そんな気持ちを持ち続けて添い遂げてくださいね。またねー。